伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えしてゲストにまつわるまるとについてお話を伺います。本日のゲストは女優の北川景子さん。1986年生まれ兵庫県出身。雑誌セブンティーンの専属モデルをきっかけに芸能界入りし女優に転身。2003年に美少女戦士セーラームーンでドラマデビュー。その後も ドラマ、謎解きはディナーの後で、ヒーロー、映画、パラダイスキス、大河ドラマ、セゴドンなど、数々の作品に出演されています。知的で凛とした佇まいが魅力の北川景子さんが本日のゲストです。 あということでゲストは北川景子さんですよろしくお願いします今日は朝からテレビもいっぱい出たりとかで、はい、大変そうですけどあでもまだまだ3本目なので元気ですなんかね、はい、んと謝んなきゃいけないのは、うん、僕ねもともと北川さんを例えば CM とか例えば雑誌とかでかみさんの見てる雑誌とかでパッて見たりとかした時にねあんなに笑う人だと思わなくて。 なんかバラエティーとかに出られてると、はいうん、まあ表情の豊かなっていうか。うんはい、<laughs> なんかモデルさん出身の人って、はいはい、勝手にそう思われてるじゃないですか、なんか。そうですね、今、まあ、イメージだと思うんですけど、私はもう結構ずっと笑ってますよ。なんかこうさこう、ごめんなさいね、きっとみんな100言われててやかもしれないけど、はい、北川景子さんって言ったら美人の代名詞みたいなもんじゃないんんん、ね、今はね。そう。だから、だからさ、なんかこう、 そういうふうにそそとずっとしてるのかと思うと全然違うのねそうですねもう普通の関西人というあ関西人あそうなんですそのイメージもじゃあ関西人って何だったんですいイメージもあんまないねあっないって言われますけど兵庫県出身い。バリバリ関西人でも神戸ですか神戸ですあ神戸はね関西でも特別だからいやどこイメージですか大阪の人たちがみんな神戸の人は憧れるんだもんね そうねえっと絶対ねゲスト迎えて俺は一方的にね綺麗ですねとこういう話になると本人ってどうリアクションしてるかわからないじゃんだからあの逆のことで言うとねまさかこれ柴田理恵さんから聞いた情報なんだけど北川さんがミラクルヒカルが好きだと思わなくてお笑い好きのイメージとかなくてミラクルヒカル好き大好きです結構 YouTube で夜な夜なミラクルさんの動画をあさっ てたりとか女性ものまね芸人ですでその名前の通り宇多田ヒカルさんのものまねそっくりなんですけども、うん、のまね芸人数ある中でもどうかしてる部類の人ですけど <laughs> あのどうかしてる感じが好きなんですか <laughs> もう 大好きです。なんかその、モノマネしてる人に顔も似るじゃないですか。不思議よね。メイク書いてないのに。どんどん顔に似る。工藤静香さんとかも、浅野敦子さんの朗読はもう一番好きなモノマネで。あの、これね、お笑い通の人は手叩いてると思うんですけど、浅野敦子さんの朗読っていう、そのミラクルヒカルさんのレパートリーは、僕が思うに一番どうかしてるやつですけど。いや、でもちゃんと神社で朗読してるんですよ、ご本人も。はい。 本当に似てる俺なんかそれ最初知らねえから知らない時にミラクルさん始めたから逆にそっちを後で死ぬみたいなああ、そうでしたかでもお笑い好きですかお笑い好きですねあとミラクルさん以外にはど誰か好きな人いますコロッケさんああ、もうコロッケさんも面白いね大好きですね今のところだともうその情報としては北川景子さんはどうかしてるモノマネが好きなことになる うん、まあ、そういうものを見ても笑い転げたいんですね<ー>、うん。そういうのがストレス発散になってるかなと思います<ー>はい。あと、何ですかね日頃、こんなことしてますみたいな。 日頃、まあ、でも結構インドア派でゴロゴロしていることが多くて、休みの日は、まあ、美容院行ったりとか、ジム行ったりはしますけど、残りの時間はもう、ただひたすら料理をしてるとか、ゴロゴロテレビ見てるとか、ちゃんと主婦ですね、じゃあ。そうですね、まあ、普通の。 生活を送って。はい。何でも聞きますよ。得意料理。得意料理は。得意料理は、あの私クックパッドが大好きで、見ながら作るので、絶対失敗ってしないんです。もう、すり切り測るんですね。おお、ちゃんと。大さじ一は。大さじ一。すり切りでやって。適当じゃないんだ。もう絶対適当じゃなくて、なんかこう中火だったら、もう中火にして。五分だったら、五分って私、測るんですよ。タイマーで。そう、だからもう絶対何でも。 作れます。そうか。<ー>はい。芝、えー、さん逆っぽいね。ねえー、私できた醤油傾きすぎていっぱい入っちゃったって言ったら野菜足そうみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。水いっぱい入れてどん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 汁ばっかり増えてきちゃう。<laughs> うん、でもそういうふうにあのなりたいです、最終的には。今はまだ料理に慣れてないので、測<ー>ってやってるんですけど。じゃあ、大ちゃん、大吾くんは、何が一番好きあなたが作る。なんか結構手の込んだものをやっても、最終的にはカレーとか。 いい。いろいろやってるんだけどなぁと思ってる。しかも、すり切り測ってんのにね。こっちは細かいとこまでやってんのにね。何彼。はい。あー、でもなんか本当、な、んなんだろうね。僕らは何を思ってんのか、そういうジャック・バラに話してるのを意外だなと思ったりとか、うん。言われるでしょなんかその勝手に、感じ違うねとか。 言われますちょっと親切にというか明るく挨いするともっと近寄りがたい人だと思っていましたって言われることは多かったりバラエティー出たりしてもクールビューティーな女優っていう肩書きというか大体ついていて私は一度も自分でクールと自己紹介したことは実はこの方15年ないんですけどクールって言わないけどそうだから私は逆にすごく意外でどのあたりがクールに。 見えているんだろうっていう顔の印象だと思うんですけどわかりますよ僕なんかね会ったことない人にマヨネーズ好きだと思われてるからね好きだ俺そうでもないのえそうなのかそう思ってるでしょ僕ほら驚くでしょわかりますこの感じ世間が勝手に決めてるんですよなんかこってりしたものこってりしたもの必ずお好み焼き屋さんがすげえサービスでかけてくれるんだけど俺どっちかっていうと苦手なんですよマヨネーズへえお酢が苦手ってことっていうか味が全部マヨネーズになっちゃうからああ 全部の味が食べたいのに、ほぼマヨネーズだな。ってあ、そうか、そうか。その多分クールビューティーと一緒です。一緒ですね。一緒ですね。でも、いろいろこうプロフィールとかを、こう読ませてもらったりするんですけど。そもそもきっかけは芸能界入る。きっかけは、スカウトで。本当に普通の高校生だったので。まあ。 これからまあ高校2年生の時にスカウトされたんですけど、うん、まあ大学受験して大学行って就活してっていう人生を送るのかななんて思っていた時にスカウトをされて、うんうん、なんかふらふらっと入っちゃいましたでね<ー>そっちは逆にすごくなってそりゃスカウトもするよと思うしうん、うん、そのそりそのに入ってほしいと思うだろうけど、はい、でもちゃんと学校は行くんだよねそのままあ行きましたね大学はあの受験して卒業しました はい、それも、女優業しながら、お仕事しながらそうですね、もうデビューが17歳だったので、はい、もう完全に丸かぶりだったんですけど、うん、でもまあ、そんなに今ほど、なんか忙しくなかったというか、まあ、学業優先で事務所もやってくれてた部分もあって、学校はちゃんと通えました。同、うん、同じじ大大学学なの同じ大学、はい もっと共通点見つけましたから、ね、そう、もうちょっとね。<laughs> えー、どんどん北返り子に、どんどん <laughs>、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫。いはい。や、いす、ちゃんと <laughs>。じゃあそうすると、ちゃんと学校行くわけ、最初ね、そんな芸能界と思ってなかったところをスカウトされて、入るけど、うん、ちゃんと大学は行こうってするってことは、はい、なんつったいのかな将来どうして行こうみたいな設計その頃は。うん、スカウトはされたんですけど、うん そんなにこの仕事で食べていけるっていう自信は最初から持てたわけではなかったので、うん、まあ事務所入ってもなかなか仕事決まらない子もいるし、うん、決まっても続かない子がいるので、うん、まあ私としてはやっぱり大学はちゃんと潰しが利くし行こうっていうのはあって通いましたし大学の時も途中全然オーディションとか全然本当に受からない時期があって、えー、本当に就活するんじゃないかなって途中思った時も。 ありました。<ー>それこそあこ、芸能界こんな大変だ、ちゃんと大学行って,てよかったな、はい、きちんと就活していける、やる、うん、やるって思うぐらい。そうですね、なんかまだどっちが自分の進むべき道なのかなっていうのは、なんか考えながら女優もやってたし、うん、まあある意味、なんか、 学生とこう、まだ選べる立場だったから甘えてた部分もあるんですけど、卒業して女優一本になってからの方がなんかこう、本気で腹をくくって、もうこれしかないからやらなきゃいけないっていう状況で。あ、でも堅実な性格ね、ちゃんと。ちゃんと大学も出てっていうのは。慎重ですね、どちらかというと。はい。それはね、醤油適当にドボドボ入れて作る人とすり切り作る人の力ですよね。そうだよね、それはその意よね。 で、そんな中でいろんな変化を聞いていきたいんですけど、はい、なんかこの人に会って、すげえなって思ったとか、はい、なんかうんとこういう仕事をして、またちょっと意識一つ変わるみたいな、うん、こと<う>。女優やっていこうって思ったとかね。うそうですね。でも、やはり17歳の時に特撮ドラマでデビューしていて、1年間同じ役をセーラムーンっていうのを出ていて、1年間すごく鍛えていただいて、で、女優 っていうお仕事は楽しんだな、続けていきたいなっていうのはもう17歳の時に思ってたんですけど、でもまあ、やりたいからって言って仕事が来るわけじゃないから、頑張ろうと思って、だからその投影で鍛えられたこととか、うん、監督にできないんだったら帰れって言われたこととか、<お>なんかそういうことがすごく、なんか何にくそと思って、頑張ろうって。厳しいもんね、ああいうところはね。めちゃくちゃ特撮は本当に厳しいので、はい、失敗とか、逆に褒められて嬉しかったこととか。 いっぱいしかしてないと思います。あの、セーラームーンの場合、レンジャーとかライダーと違って変身しても自分たちの顔が出てるから、はい、ジャパンアクションクラブの方じゃなくて、うん、自分たちでアクションをしなきゃいけないんですけど、もうアクションの先生にもいっぱい叱られたし、<ー>もううまくいくことなんて一つもないので、<ー>なんかこう、ジャンプしてちゃんと同じ場所に着地しなきゃいけないとか、うんうん、回し蹴りをして、うん 右足がちゃんと元の場所に降りてなきゃいけないとか、それも細かいことがたくさんあるんですけど、全然できなくて、叱られたり、カメラマンさんに台本で、関西でとしばくって言うんですけど、しばかれたりとか。されてんのしてましたね。みんなです。でも、私だけじゃなくて、全員。言ったら、みたいな。その、ん度言ったらわかんの的な。そうです。あの、何のためのテストなんだ。ああ。はい。 言われたりとかでもそういう経験があったから今なんかしっかりやれてる気がするので失敗しかしてない迷惑しかかけてない1年間でした<ー>はいか勝手に昭和のおっさんの芸人はそれをされるけれどもこの2000年代のその女優さんはされてない勝手なイメージ、はい、あーあ<ー>ちょっと後ですかね私の時代まだ そういう文化はありましたね。まだ、あの現場はそうなんですよね。あの、特に、あの、朝のあれは。あの、いろんな昔からのスタッフが結構いて。昔ながらの空気がまだ漂ってるんですよね。そうなんです照明さん怖いしね。怖い。みんなすごい、もう年配の方とかもいらっしゃる。そうですよね。 今までやった、まあ、仕事その何、どれが一番はつけるのは難しいとは思うけども、はい、あの役は一番今、印象残ってる、まあ、そるセーラームーン後でもいろんなことするでしょう、はい、いろんなことするんですけどでもやっぱりセーラームーンでお世話になった方がまた全然違うお仕事で後々呼んでくださったりとかうんそれを見た別の方がお仕事また呼んでくださったりとかしていてんなんかどの役も。 全部繋がってるっていうか、ご縁がこう繋がって今がある感じなので、うんうん、どれがっていうのは、やっぱり原点のセーラームーンになってくるやっぱセーラームーンなんだ。んですかね。僕なんかはすごい嬉しいのは、うもう、その、はい どんどん大きい役をやっていくとね一番最初のデビューがある意味子供向けだったりするのを隠したりする人もいたりとかそれはもう話しませんっていう人もいるじゃないですかそれだか中でそこまで大事にするっていうのは見てた子たちもまあ嬉しいだろうねそうだそうだと嬉しいですし私自身初めて受けたオーディションが「ーラームーンで初めて受けて合格してだからすごく思い入れもあるし 一緒にその時見てくれてた子たちがもう大人になってもう15年前なのでなんかいまだに応援してくれてたりとかしてなんかすごくもう自分にとっては一番大切な作品だと言い切れるスタッフさんも喜んでますよ。うん 未だによく、あの、行くとお会いするので、ねうん、その時の役名で声かけていただいたりして、えー、すごく嬉しいです、ね。嬉、ね、しいって。本当に。だからそれが、現代になってくると、それの問題ってもういっぱい言われるけど、そのパカンってやった人も、ちゃんと、うん、言ったことが通じてる人との関係性は悪くないじゃないですか。うん、全然通じないと不幸だけど、それはお互い不幸だけど、それはその人たちにとっての誇りもなってるだろうから、うんはい、ちょっと CM を挟んで、ちょっと最新の映画のお話をさせてください。はいえー 今日のゲストです北川景子さんです。伊集院光とラジオと北川景子と映画スマホを落としただけなのにと。さあ引き続き本日のゲスト女優の北川景子さんです改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあここはスマホを落としただけなのに<ー>、えー、明日ですね。 え、11月2日金曜日から公開ということですが、え、ま、松田さんと、え、有馬くんは、はい、もう見てはい、発見せていただきました。していただきました。はい。面白かったです。怖いわね。あんな目にあったらさ、普通のおばちゃんで、怖いわね。ええでも私ね、好きだったのがね、いい言っても、あの、私、あれ見て、北川さんのファンになったの。え、あすさ、なんつうのはい。あの、 あの、女性がいろんな目に合うじゃない。はい。で、悪いやつと対峙したりとかさ、はい、こう、ひどい目に遭った時にさ、すごい、カッと睨んだりする、怖い顔の時あるでしょ、はい、ああいう顔したり、はい、泣いてる時に、本当にこう、わーって泣いたりする、あの、表情の豊かさで、はい、この人っていい女優だなと思って、好きになっちゃったのありがとうございます。がなんかね、気の、うん、てないっていうかさ、はいはい 今ね、すごい言葉選んで言ってるのね。選んで言ってるけどね。来た時に興奮しながらね、あの子はね、本当にいい女優さんって思う基準があるみたいで、どっかに気取りがあったりとかすると、ぶち切れられないじゃんって怒った時の顔とか。泣く時も、例えばもう泣いたら人間そらさ、普通の顔じゃなくなるけど、それを全くリミッターをかけずにやれる女優さんってすごいってベタ褒めしてて。なかなかいないんですよ。 本当ですかさらに平たくしますよ怖い顔すとき超怖い顔するんですかはい今回の作品はそういうとこ出てくるんですかはいそうですねあの私は普通の ol の浅見という役なんですけど恋人がスマホを落としてしまったことからどんどん私の個人情報が恋人の携帯がきっかけで流出しちゃうんですまあありそうな話ですよねでその流出した個人情報を見た連続殺人 半が私を気に入るみたいなところがあって巻き込まれちゃうんですね私はどんどんとねま怖い目に遭うんですけどその時の顔を監督はもうすごい怖くしてくださいとかもう目を見開いてくださいとかその恐怖に顔を歪め くださいっていうその私の波眼というかその顔が歪んでいくところが見どころになると、うんうん、私見どころっちゃじゃ、はい、あは<あ>言ってくださっていてそこちゃんとまんまと来てるからいいところですよね、はい、い,いいですよ、はいいですよすごくよかったそうなんですよだから本当目を見開くとか恐怖でこう歪むとかあとまあなんだろうなもう転ぶ とかねそういう肩で息するとか<ー>そういう体のリアクションも大きく大きくっていうふうにやって演じていました、はい、その時の何な,なんと俺はその俳優業があんまわかんないからそのリミッターのは外し方っていうのかなはい人間照れるじゃないですかああそうですねでも確かに普段だったら恥ずかしいけどもう役だし全然なれる結構現場の雰囲気も なんかお芝居に集中できるようにスタッフの皆さんもすごくケアしてくださっていたしんなんか本気でやらないと伝わらない作品だったりするのでうもう本気でと思ってそれの、じゃあやります監督にもう思いっきり、うん、思いっきり恐怖に引きつつくださいとかあと思いっきり人を憎んでくださいってなるわけじゃないですか用いスタートかかるじゃないですか、はい、やった感想はどう監督ですか監督のほうからの。 この間の舞台挨拶ではその顔が見どころだって言ってくださったんですけど,ど現場ではなんかすごく穏やかでそんなに言葉の多い監督ではないのでなんか大丈夫だったかなと思うときもあったんですけど、うん、完成した映画を見て自分もあここまで顔を生き切ってるんだと思って <laughs> びっくりしましたけど<ー>でも、みんないいって言ってくれるのでかかったかなと思います<え>、うん、有馬君、いかがでしたかあ今おっっしゃったようにあの 私が見たこれまでの北川景子さんの中で一番怒った顔で一番怖かったし、うん、<laughs> 見ててで一番こう苦しんでる顔とかもちろん笑顔もありましたけどなんかそこに惹かれていくっていうかそのストーリー自体もすごく面白いしあの迫力もあるんですけど北川さんのその表情の変化にね惹かれていくっていうあっという間に映画があの時間が過ぎていった感じがでもなんかそもそもはそのこの映画自体がねえ2017年 こ「このミステリーがすごいの」の対象で「まあこのミステリーがすごい対象の隠し玉作品とに選ばれた<ー><の>隠し玉作品ってうがしでそれが日本放送の,その僕もお世話になった勅使河原さんっていう人でうー、はい、で勅使河原さんは会いました会いました現場にもあの見学に来てくださったりとか、えーはい、していたのでえそうなん僕 ラジオのオーディション番組の時の審査員この人だと、うん、審査員の一人がこの人で。<ー>まあ、なんかみ、予算ライ組だから身内から審査員がいっぱい出るから、うん、ディレクターの審査員だったんだけど、ただね、酒飲む,酒飲むと性格が悪いんですよ。ほら、飲んだところは知らない。はい、飲まない方がいいですで、まあ、これ聞いて、その今どうしよう、この週末どうしようかなっていう人に、なんて言うんでしょうね、はい、アピールポイントっていうか、はい、こういう人に見てほしいでもいいですし、こういうことですよっていう。そうですすね、まあ スマホを持っている方はもう身近な人がスマホを落としたことからこんなことにまでなっちゃうんだよっていうのはぜひ知ってもらいたいのでスマホユーザー必見という感じなんですがこれからスマホに変えようと思っている人にも見てほしいですし変、うん、<ん>変ええたかっ,たのっ,っうそうがちょっとなんかガラケー懐かしくなるような映画ですけど<う>なんかスマホのハウトゥー的な要素も入ってますし。あとははラブストーリーリが好きだよっていう方は 結構大人のラブストーリーになってますので、あ,ね、あの最初のシーンと。 最後のシーンが結構ラブの要素が含まれてるので小道具かつく2人が見つめ合いながらリコリコちょっとハッコリするような感じがねい怖いばかりではないのでホラーが苦手ですよっていう方は見られると思いますホラーという感じではないですねサスペンスって見てもらうとバーッとかっていうんじゃないですよね人間の心理的な部分の怖さみたいなものを知れるかなと思うのであと個人的に興味があるのが 他の作品を映画館で上演した時と、これを上映した時の、うん、 携帯の忘れ物率の差ね。ああ。おそらく絶対忘れないと思う。ん忘れない。本当にスマホの取り扱い方が変わると思います。これから本当大事にしようと思います。スマホの忘れ物一切ないような気がする。あと、スマホのサイトを見ていただけるといいですよ。このスマホ落としただけなのにの。サイトをスマホで検索して、スマホで見ると面白いです。おそう。映画のページがありますんで。ちょっとやってみよう。ということで、ええ、もう一回いきますね。明日11月2日金曜日から公開。 です、はいえー、スマホを落としただけなのに、えー、主演の、えー、北川景子さん今日はどうもありがとうございました。